4人の候補者は7日の告示以来、全国11カ所の都市を回って重点政策などを訴えています。金権政治に決別をする、世襲を制限をする、この2つをもって自民党の政治文化を粉砕をしていく。人間中心の経済、地域の社会の中で互いに支え合う公共サービスの担い手、この賃金待遇を底上げをしていく。現実路線で安定政権を作ります。野党から久しぶりに政権を取ったから政権が混乱していい、そんなことは許されません。教育、そして経済で国民生活の底上げ、暮らしが第一、生活者の目線での政治をやらせてください。